風呂に入ろう。これ薪ボイラーなんで、お湯もね、お湯も出来上がっております。ここであったかいお湯ができてるので、この後ろのホースを伝ってあっちに行っております。あっちはお楽しみでございます。沸いてますね、お湯が。湯気が立っております。鯉がいっぱいいる中の露天風呂でございます。露天じゃねえな、これハウス風呂か、なんだろう、錦鯉露天ハウス風呂。露天じゃねえもん、露天じゃねえ。この薪を焚いてて、露天風呂でございます。ここは暑い。あ、ちょうどいいな。うわ、46度、46度暑い。カメです。お風呂に入ります。一緒に。よいしょ、暑い。こっちは何度だ。こっちはカメちゃん用ですね。カメちゃん用は暑いですね。それでもカメちゃん、ちょっと水足しておきます。カメちゃんに水足しておきます。どうだろう。あ、40度下回ってきました。38度、いいかな。はい、カメちゃんも入りましょう。よいしょ。はい、カメちゃん汚れいっぱいついてるからね。あれ、ない。よいしょ、カメちゃん汚れいっぱいついてるから、カメちゃんを、はい、どうぞ。はい、カメちゃん、はいね。よし、どう、気持ちいいですか。気持ちいいですか。カメちゃん気持ちいいですか。怖いですか。ごめん。溺れちゃうね。錦鯉風呂です。どう、気持ちいい。あ、ぬるくなっちゃったね。ぬるくなっちゃったね。ねえ、もっと温める。よし、温めよう。ちょっと温めるね。あ、これ熱くて気持ちいいな。これは熱い。46度。46度あるのかな。46度。さて、入ろう。服を脱いで、熱いっす。熱い。お湯を足さないと入れない。熱い。ね、お湯いただきますよ。あんちからいただきます。お、あー気持ちいい。あー、冷たい。冷たい、冷たいね。あー気持ちいい、最高だ。あー最高。最高だ。
気持ちいい気持ちいい。ごめん。最高だ。ブラシで洗ってやるか。ババンババンバンバンババンババンバンバンいい湯だなあ、ははいい湯だな。今日重い重たい。じゃあごめんております。気持ちいいのでしょうか。亀ちゃん目を閉じてますね。気持ちいいですか。お風呂は好きなようですね。まあお風呂好きというかあったかいのは好きなのか。じゃあ上がります。